コード DJ サーヤ
ストDJさんです。よろしくお願いします。僕ら15周年おめでとうございます。ラスト30分盛り上がっていくぞ。最高到達点にまで一気に駆け抜けてきたから、 Yeah 麻痺して笑ってるんだろう。あの日々の痛みも過去だから、多分自分を敵に回した。それは強いようでもろいから、 Yeah 自分を味方につけた。僕は誰より強くなるはずさ。今最高到達点にまで一気に駆け抜けてゆくから、 Yeah 麻痺して笑ってるんだろう。あの日も痛みも過去だから、多分世界を敵にしながら崩れそうな足で踏みとどまる。 Yeah あと少しだけ動いてくれ。さあ復活の目覚めの時が来た。今街中が七色スピーカー
し毎日そんなんじゃなんかやるせなくて考えすぎちゃう間に時間だけが過ぎてくきっかけを探して気がつけば面影もうちょっとあとちょっと君に近づきたいな秒速
ジャムのように Singing なびけ謎の方にトゥーカップしてベキューマキョーに Singing 口ずさめよワンダーラスリーム住んでチンキなパーティー Singing かけてハードな方にそう叶えて夢は王に Singing食べていつも通り炎を巻いて海歩き空を目指して地球をチェケチェケじくじたっても悔いはない愛情ばかりは褒めて All right there 運命願ってるよ願ってるよただ祈ってるよ来年どうなってても Mistake for you もさ袋に詰められた夏のような世間では誰もがそれぞれであった誰かと寄り添い合ってるそこに紛れ込んだ僕らはピーナッツみたいに木の実のふりしながら微笑み浮かべる幸せのテンプレートの上もう一人絵に描いた上辺のテーブルを囲み手を合わすその時さえありのままではいられないまま隠し事だらけ継ぎはぎだらけの Home You Know 噛み砕いてもなくならない本音が歯に挟まったまま不安だらけなりゆき
も一瞬でわかるよ。恵まれたいのかい、判定は真偽の連続で。ヴィーナスサスペイン踊る街並みパーフェクトにユーフォリア、何でもないような言葉で泣いたりするし、ほら僕たちなんて十分できるにドラマチックさ軽く翼求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができるならどうでもいいと思えたその心を、もう一度遠くへ行け遠くへ行けと僕の中で誰かが歌う、どうしようもない、いざって目を離した君が二度と悲しまないように笑う、そんな日のになるためのんだ、さらば掲げろピエスサイン転がってくストーリーを、君と未来を盗み描くひねりのないストーリーを、ウッディ私たちがここ
空が割れるのを待ってだんだん かき鳴らせ光のパーセ雷鳴をとどろかせたいな打ち鳴らせ痛みの滝へどうしよう以上で終わります。ありがとうございました。いや、この世の全てのアニソンかかったんじゃない？さすがに多分俺が聞いてる感じかかってない曲多分ないと思うんですよね。ないよね。というわけで皆さん、本日お越しいただきありがとうございました。いや、もう一発やりたいね。秋葉原もぐら社長、ダイヤマー。最後の1曲だけ選んで。俺、本当に今日皆さん、台風悪天候の中ご来場いただきましてありがとうございます。今日はね、来たくても来れなかった人いっぱいいると思うんですけど、ね、ちゃんとモグラのこの15周年の中で、イベント終わりにステージに立ってお話をできる日がなんと今日4日目なんですが、初めてでございます。ね、明日も頑張れ。本当にね、
そもそも頑張れよって話よ。あーこれ、いやなんか、モグラいろいろ歴史があり、一番初めは、なんやかんやあってどうのこうのあり、アキネットを経て、今のこの会場にいるお客さんでミュージックユニティというものを知ってる方いますか？あ、そこで僕すごいしんどい時にかけた曲があって、今日出てくれた演者さんにも関連する曲なんですけど、それをサーヤくんが今日、最後1曲としてロードしてくれてるんで、今日はね、皆様の、これからも頑張っていきましょうという曲でいい？そこまで考えてない？そこまで考えてない？ OK、 じゃあ皆さん今日は最後笑顔でお帰りください。笑顔牧場スマイル、ありがとう。っていうとワンちゃん高木ちゃん来るかなと思ったら高木ちゃん結構前に帰ったんだった。ということで本日もモグラアニバーサリー15周年デイ4ありがとうございました。ワグが見たいならワグが見たいよってみんなモグラのハッシュタグででかい声で言ってください。さあじゃあ僕はあんまうだうだ言ってもしょうがないんで、今日最後の DJ サーヤ君に締めてもらいたいと思います。俺本来は横になってるはずの立場だからね。僕ですか。というわけで皆さん本日はお越しいただきありがとうございました。いや秋葉原もぐら15周年ということで、これだけいい音でアニソン原曲をこんなぶっ通しで聴ける箱あんまりないですよね。マジで僕はもうそれだけですごいこの15年ぐらいやってるんですけど、それだけで本当に頑張れてきたところありますんで、はい、アニソンインデックスというイベントをやらせていただいてまして、はい、まあ、そういう中で本当にこれからも秋葉原もぐらのアニソン原曲というイベントで盛り上げていきたいと思いますんで、皆さんぜひ秋葉原もぐらの応援をよろしくお願いいたします。もう本当に今日ご出演いただいた皆さんは本当にかっこいいアニソンとかアニメナイトとか、もう本当に東京ギークスタイルとかいろんなイベントが集まってくれて、はい、もうこうやってみんなのパワーでもうこの15周年ねできたのはもう本当最高でしたね。いや最高。というわけで16年目も気合い入れて頑張っていきますんで、どうぞ来年もよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。アニメ？あ、オーケー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 。じゃあ最後に僕がアニメって言ったらみんなでアニメって言って終わりましょう。いくよ。せーの、
アニメ本家のゆるふわさんに言ってもらって終わろう本家はインコさんなんですけど、代打ということで、じゃあ皆さん最後に、アニメと言ったらアニメと答えてください。アニメと言ったらみんえアニえ、僕がアニメっていうので、そしたら皆さんもアニメって言って終わります。よろしいですか。もぐら15周年、デイフォーありがとうございました。アニメありがとうございました。もう来年もアニメで終わろう。ありがとうございました。撤収。